さて死体置くぞ置くぞ。本日の役職はフェイカー、インポスター役職の一つで、このように偽物の死体を置くことができます。なおこの死体は通報することはできない。そして特段意味もない。悲しすぎるだろ。今は何をやってるんですか？トイレに死体を並べて遊んでる感じだな。この行為に一体何の意味が？哲学的な質問かな？意味を求めることに一体どれだけの意味がある？あ、もう大丈夫です。ガンマスさんこんにちは。あれあれれれ、メメさんこれはバラしちゃいますよ。お疲れ様でした。わさてキルト押したしサクッと逃げるか。やっぱり実況はテンポが大事ですからね。次はお前だひなにきドットエブぜ。そっちに行くならここがあなたの墓場です。さらばだ。あれ？え、なんかキルボタン反応しないんだけど。こんな世の中街が。さてそれじゃあ地下モで遊び散らかすぞ。今度こそたくさん能力を使って遊びたいですね。相方はグサオさん、引いた役職はフェイカーと、死体を置いておきまくります。この役職の意味のなさ感半端じゃないよな。意味がないことを楽しむのに意味があるんですよ。深いようで1ミリも深くないこの発言。ていうかさっきの試合マジでヤバかったですね。絶対宿舎前でヤバいことしてたでしょ。あれはそうですね。宿舎前私だけで3キル倒して門番開始してました。いやそれは普通に強い。あと1キルで勝ちでしたもんね。お、今日のレイラーさんはよいしょしてくるじゃないかね。評価ポイントプラス1。なお上がっても何も得はない模様。今回能力発動のクールは30秒ということになってますが、キルクールと同様で初手はすぐ溜まるんですよね。ということでもうクールは開けてるんですが、今回は目の前にレイラーさんがいるから無理ね。無理な状況の時ほど死体置きたくなるんだよな。わかりみが深い。もろ犯罪者の思考なのよね。とりあえず次も無難にキッチンを開いておくか。最近脇1は完全に脳死になってきてます。チカーもキッチンに人脇がちなのに今回はいないわね。話すのがメインと言って過言じゃない。チカーもなのに誰もいないの悲しすぎるだろ。こういう時何話そうか悩みますよね。唐突なメタ。こういう時はとりあえず高評価催促するに限るぜ。高評価で一周するな。ちなみにここまで忘れてましたが今回の構成はこんな感じになってます。相方のグサオさんは前回私たちが使ってたスマッシャーね。それとジャッカルはサイドキックありだから気をつけないといけないぜ。詳細は概要欄に記載してるので気になったらチェックしてください。後ろのゲーム画面はさっきから動いてたわけだがマジで恐ろしいほど人がいないな。もはや私たち以外いないんじゃないですか。じゃあ私たちの勝ちってことで新しい勝利条件追加するな。まあとはいえさすがにこのままでは少し寂しいですが。お、みぞれもんが来てくれたぞ。みぞれさんみぞれさん、どうしたのだ。そのペット可愛いですね。コミュ障かな。しかもどちらかというと可愛い部類のペットではない。虫とか食べそうか。可愛いでしょ十分に。とここで死体発見ですか。死んだのは最初話してた高い論議チャンネル通称レイラーさんだな。名称の紹介順が逆。あれ、レイラーさんさっき見たぞ。いましたね。確かアーカイブにさっきまでいた気がします。死体1はアーカイブのダウンロードのところですね。レイラーさんと別れてから一緒なので自分と全さん隠しろ取り合います。お、ということはこれは全さんも人外でラインでしょうか。二人以外の誰かがキルしてる可能性も普通にあるわよ。まあ何にせよラインでキルならここは普通に詰めても良さそう。確か最後の最後でウパさんがシャワーからメインに来てたな。アーカイブで死人あるならだいぶ怪しいんじゃないか。同じく自分がアーカイブに入る前にシャワーでウパさんエーモンさん見てます。まあなんでそこ二人は普通に怪しい位置ですね。もともとアーカイブ付近にグサオウパゼンコパスレイラーエーモンの5人がいたはずで、そこから全グサオがラウンジ側、自分とエーモンさんがシャワー側、レイラーさんがアーカイブに残ってました。自分はエーモンさんが先にシャワー側抜けた後に移動してます。イエモンさん視点ウパさんにしろって出るんですか。いや見てないから知りません。みぞれさんも一応シャワー側から来てるけどここは白でいいか。最後はメインの除染で合流してる。あ、まあそれなら自分の先いることになるんで白でいいと思います。まあそれならウパさんか全グサオラインの択だと思うので両方落としとけば。イエモンさんは名前出てるけどどっかから白出る状態なのか。イエモンさんも自分視点無理です。じゃあマーロラしましょうか。ウパさん釣りで次全さんボタン押すのお願いします。さよならウパパロン。これには涙が止まりません。容疑者1を広げず釣られていったあたり冤罪なんでしょうね。冤罪はみぞれもんだけで十分だよ。ひどすぎるのだ。さて今度はメイン脇と。戦況は何とも言えない感じね。次の会議内容次第でだいぶ変わりそうです。まあ会議の方は多分グサオさんがどうにかするだろう。私たちはこのターンは静かにしておこうぜ。一番静かにできない原因がなんか言ってるわね。まあ今回は私が操作するので大丈夫です。それもそれで問題ありそうだけどな。周りにまともな人がいない件について。そろそろ一応リアクター鳴らしときますか。まあない気がするけど一応お土産するかもだしな。うん、そんで私も一応リアクター向かいますかね。ここで止まってるの怪しすぎて草。私が人材ならここでラテさんの口を封じることもできるんですよ。怖っ。まあ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 私は善良なクルーなのでそんなことはしないですけどね。まあ何はともあれリアクター直しに行ったらキルしたい気持ちもあるがさすがにこれはバレそうだしな。あ、メメさんとラテさんいいところに。どうしたんですか。いやさっきカメラ見てたらミーティングで全さんがダンスしてたのでキルしてるかもしれません。おっと、ということは全さんジャッカルだったり。ここで数人お土産してくれると美味しいわね。まあまあここはミーティングに急ぎましょう。まあ結局ボタン入りキルも起きてなかったわけだが本題は会議の内容ですから。で、これ結局全さんかグサオさんのどっち釣ります。先にラウンジ側に抜けてるのはどっちなんでしたっけ。あ、それは自分が先に抜けてます。後ろからちょいと離れて全さんついてきてました。はい、それで合ってます。まあなら全さん釣りが安定するんじゃないですか。お、これはいい流れですね。全さん今回ボタン結局押してないしな。まあでもここ全さん人材なら時間は十分あったし、お土産は普通にできた盤面だと思うから白っぽいけど。それは確かにそうですね。まあでも釣りますけど、ちなみになんでボタン押さなかったんですか。いやー、なんかボタン押したくなかったんですよね。そういう日もありますよ。キルボタンも押すのだるかったの。そうですね、キルするのもなんかだるいなーって感じで。これもう人材ではあるだろ。多分全さんニートとかじゃないんですか。
さてこれは一番いい着地地点なのではないでしょうか。これで全300カルとかならめちゃんこ熱いんだけどな。まあ最悪ニートでもグサオさん生きてるだけよし。これで3人死んで残り合計9人となったが、リーサルには起きる必要ですからまだ先は長いです。ってことでみんなが必死にタスクをやる横で棒立ちします。真のニート来た。最近クルーの時もサボりすぎてるからこういうプレイしても疑われないんだよな。してやったりみたいな顔すんな。レイマリさん、レイマリさん。はい、なんですか。ちょっと打ち明けたいことがあるので来てもらっていいですか。わかりました。完全に誘拐シーンを捉えた VTR じゃん。自分の意思なのでセーフ。言い訳まで犯罪者のそれで草。とりあえずこのままレイマリさんを人気のない場所まで連れて行こう。人気のない場所とかいう犯罪者使用頻度ナンバーワンはどきた。で、結局話とは何なんですか。いや、この話を打ち明けるにはシェリフを呼ぶ必要があります。ということで先にシェリフを探しましょう。わかりました。この人皇帝以外のコミュニケーション知らないのか。まあ私たちからすると都合がいいのでいいですけどね。あとはできれば暗室とかに連れて行きたいところだが。ほらほら、レイマリさんこっちです。こっち。アップサオさんこんにちは。2キルしたからもうキルしちゃいましょう。承知。ためらいとか一切なくて草。あ、まずい、忘れてた。死体遅刻遅刻みたいなノリで死体置いていくの。コッパ、ここまで来たら死体をここに置けるだけ置きたいな。置いたところで何があるの。いや、まあ特段メリットはないよ。バカなの。言うてこれグサオさんすでに2キルはしてるんですよね。つまりあと2キルで勝ち。いけるのでは。唐突に我に帰るな。というか初めからいけると思ってキルしたんじゃないの。いや、言われたから条件反射でキルしました。取りかよ。まあまあ、もう後戻りはできない。こうなったら残り2キル無理やり取っていこう。とは言ってもメインド真ん中門番とか普通に厳しいけどね。いや、でもなんだかんだ言ってあと4秒でキル区開けるんですよね。え、これマジでもう勝ちのやつ。八幡宮さんいいところに来ましたね。あえ、これ私がキル区開けたということはグサオさんはとっくの昔に開けてるでしょうし、本気で勝ちじゃないですかこれ。このゲームちょろすぎはロタ。というかこれなんだったらもうキルしてるんじゃないのグサオさん。若干生存で終わってない可能性はありますね。まあだとするなら私たちはこのままここで死体置き続けておけばいいか。改めて見ると凄まじい状況ね。これここまで来るともはや芸術の域ですよ。さてダミーのクール開けるのまだかな。あんたキルしに行かなくていいの。いや、まあグサオさんもうキルク開けてるし、あとは任せてても大丈夫ですよ。私はここで死体を置いてサムネバイを狙いに行きます。再生回数こじき降臨。よし、それじゃクール開けるし、さらに1個置いちまうぜ。油断に油断を重ねてるわね。まあもう勝ちなので油断も何もないですけどね。どうせグサオさんがどこかでキルしてくれますよ。さてサムネサムネ。ウンドのポジが一番入るかな。試合中に撮影開会するな。メサンメメさんてめっちゃ死体ある。え、何これ。いやいや、お忘れですかグサオさん。我フェイカーぞ。あ、そっか、そうでしたね。でもこれすごい状況ですね。とりあえず先にサムネ取っとこっと。グサオさん油断しすぎですよ。全日本お前が言うな。選手権1位メメントモリ。ちなみにもう追加でキルしたりとかしてます。いや、まだしてないです。メメさんはこれ合計何キル。2キルでエース。あ、じゃあコメサボで残り1人キルしてきます。はい、じゃあ私はあと少しの間踊っておきます。頑張ってください。残り時間でダンスし放題だな。あっと、またダミー避けるようになりましたね。マジでこのターンメイン中央にいる時間長すぎだろ。そしてまた戻ってまいりました。あっと、死体ガチャひな兄さんか。ちょっと残念そうにするの失礼がすぎるだろ。まあもう余裕なんでサムネ撮影しときますか。て、え、あ、私たち3人固まってたのでここ3人は今回隠しろですね。実質勝ち。負けは負けです。敗者調整ミスったので今日はあともう1試合やります。はい、ということで引き続きアモア吸っていくぞ。尺調整完全にミスって約8分からの2試合目です。おい、今日3試合全部フェイカーだぞ。いや、そこは逆に考えてほしい。タイトルでフェイカーって言ってるんだからフェイカー以外上げる方がおかしいだろ。つまりいつもがおかしいというわけですね。そういうことよ。過去の自分に謝れ。急に意識高い人みたいなセリフ言うね君は。ちなみに役職構成はこんな感じです。まあ要するにさっきの試合からクルー1人減った感じね。そういうことです。まあ今回は前試合と同じ鉄は踏まないのだよ。もうすでに怪しい気しかしない。とはいえどちらにしろ気力開けなきゃ何もできないので一旦フェイクタスクしましょう。じゃあまあお決まりかも。金庫フェイクタスクへ。いやー、ここマジでサボれるから楽なんだよな。まあ実際ここ時間かかるときはだいぶかかりますからね。とはいえ画面から動きが完全に消えるから動画編集的には微妙だけどな。わかってるならもうちょい頑張ってくれ。レイマリさんがコミャサボ入れてくれたみたいですね。私ももうちょっとできるくたまりますし動きますか。コミャサボ中右側だと完全に浮いちゃうしなって。トイレの前で立ち止まってどうしたの。フェイカーっていう役職を引くとですね、トイレに死体を置きたくてたまらなくなるんですよ。お前これ今回の冒頭茶番でも見たぞ。あの時は能力のクール3秒だったので状況が違います。全部のトイレに置いたら勝ちってことにしません。なんで毎回正規の方法意外で勝とうとするの。いや、最近みんな本当にボタン意識高い。これチカーモなんだしもうちょいふざけませんか。尊重としてあるまじき発言きた。しかしチカーモはタスク数いつもよりちょっと少なめ設定。このままボタン押されるとまずいぞ。みんながボタン連打するなら私にも考えがあります。もうここは絶対に通しません。キルク開ける前から門番するまでにミルク即来た。いや、通さないって言っても通るでしょ普通に。いやいや、通しません。言葉で言っても押し通る姿勢を見せるようなら最終手段村八分にするぞと脅しをかけることにします。ちゃんと脅迫じゃん。キルはするのか。まあここを押し通る人がいるようならそれもやぶさかではありません。まあと言ってもやはり門番というのは守るものがなければ脆いもの。でも今現在守るものなんかまだキルもしてないものね。人は守るものがあるほど強い。しかし守るものがないならば作ればいい。これこそフェイカーの真骨頂。なんかいろいろ言ってるけどただ単にバレたらまずい人材の証拠を自分で作っただけでは。奥地チャーク図星じゃん。自ら追い込む排水の陣を作ったわけだ。メメント、さすがだぜ。あれこれもしかして私今バカにされてます。おっと、下からみぞれさんが来たぞ。みぞれさん、ここは通しません。ダメですよ。え、ダメなんですか。じゃあ他のとこ先に行ってきますね。とりあえず一人で期待しました。何言ってるんだこの人って。若干困惑してたみたいだったけどね。しかも
は人を狂わせるからな。何はともあれ防衛に成功し、次のクールも開けます。あんたまた扉開けて偽物の死体を置くつもり？当然です。守るものは多ければ多いほど強くなれますからね。守るものの数と強さって比例するシステムなんだ。あ、どうした？コミュサボ中だから扉閉めれない。バカかな。完璧と思われた作戦に立った一つの落とし穴。完璧な作戦かっこ笑い。人が来る前に直ってくれてよかったです。でも実際これ初手でみぞれ門を止めてなかったら多分あのままボタンを押されてたんだろうな。案外この作戦もいける。作戦の立案者が一番懐疑的なのおかしいでしょ。おっと今度はみぞれ門が前線まで連れてきてるぞ。通っていいですか？ダメです、通しません。私がいる限りここは絶対に通しませんよ。どういう状況なんですかこれ。あ、ダメダメ、前線ここから先は行っちゃダメですって。なんかゲームの NPC みたいな。何か通るための条件があるのかもしれませんね。レベル上げに行きますか。よし、今度は二人も撃退することに成功しました。で、リアクター？さすがにこれは押しておられそうだな。そう言ってたら前線戻ってきたわね。イベント来た、イベント来た。リアクターイベント来ました。いや、リアクターとはいえここを通すことはできません。下からめっちゃ人来てくさ。メメさんイベント起きてますよ。ダメです。じゃあ僕たちはここでこのまま死ぬしかないんですか？じゃあわかりました。私が責任を持って左側を直しておきます。皆さんは右側に行ってください。八幡宮さんも行ってくださいね。わかりました。リアクター、リアクター。ああ。イエモンさんには何も言ってないのに戻って行ったな。扉の前で立ってるの見て状況を察したんでしょ。状況理解能力20丸。まあ約束しましたし、リアクターは直しますか。これワンチャン扉の前で門番続けてたら勝てたんじゃね？割とありそうでくさ。ここは嘘をついてリアクター勝利狙うべきでしたか。いや、約束してしまったことです。今回は私が直すことにしましょう。66879と。はい、約束は守りました。早く定位置に戻って扉を閉めなければ。で、めっちゃ人来てる。はい、シェリフです。切ります。